はい、えー、新聞にも掲載され始めましたけども一体これはどういうことなんでしょうかあ健康で過ごしていた人が突然ですね死に至るその原因が何かと考えてみるとあの注射しかないかなとあの予防接種には一体どんな成分が入っていてその成分を摂取するとどんな状態になってしまうんだろうか十分な問診があったんだろうかただみんながやるから自分もやる 当たり前のように順番だからやる。やっぱり体内に何か物を入れるって怖いことだと思うんですよ。だってね、見ず知らずの人に渡された妙な液体を飲む気になりますでも多くの人が飲んでるから、ほとんどの場合大丈夫だからってことで、これ確率の問題ですよね。予防注射をすると、一定の確率で死に至るってことがはっきりしてる場合。 あなたはそれができますかもしくは自分の身内にそんな危険なギャンブルさせられますか少なくとも注射を打たなければ何の変わり場もしない日々が続いていてお亡くなりになるというような悲しい事態があなたのもとに現れてないんですよね。いや、この事件っていうのはなんかね、とてつもない闇を感じるんですが何の疑問もなく この予防接種を受けれる人は、まあ、ある意味幸せですよね。言われたままにやる。何の判断もそこにはいりません。じゃあ、一体、この予防接種、中にどんなものが入っているのか、少しでも調べてみたんでしょうか。そして、この予防接種を受けることがどんなリスクをはらんでるのか、考えたことがあるんでしょうか。考えたときに、とてもじゃないけども、家族を残して、危険な目に遭うことはできない。 中にには半身不遂になった方もいますそういうリスクになることはとてもできないなと思うのが私はねまともな自分の頭で考える行動だと思うんですよそして安全が自分なりに確認された時に手を出せばいいと思うんですねそれは別に今日じゃなくても明日でもいいわけですよ迫り来る恐怖ってものが特にあるわけではありませんしなんとなくテレビを見てるから怖いと思うだけだと思うんですよね テレビの情報を全く取らない私からすると、あんまり感じるとこないんですよね。そんな人が社会に出て困る。そうかもしれません。だから私は社会に出てません。そして、多くの方が職場というところとか、社会という場に出なければなりませんけども、じゃあその時に、誰が予防接種を受けて誰が受けてないのか、誰が病原体を持っていて誰が感染症にかかってないのか、 判断でできるかってことなんですよつまりは予防接種を受けたふりをして受けてない人がどうせ見分けられないなら一体何のための予防接種なのかなってことなんですよそしてもっと言うとですね自分自身が予防接種を受けてるんだったら予防接種を受けてない人が何人いようと気にすることはないはずなのに一体どういうことなんでしょうね予防接種を受けてる側からすると予防接種を受けてない人から移されるんじゃないかなという恐怖があるいや移らないために予防接種してるんでしょ じゃあ、その予防接種って結局打った後も感染するかもしれないっていうリスクがゼロにならないっていうことを考えるとやった意味ってどこにあるのかなと思っちゃうわけなんですけどね。いや皆さんどのようにお感じでしょうかね。